マリホーやりましたー、3連勝すごいぜ、ロッテ。ね、調子がめちゃくちゃ上がってきましたね。まあ、あとちょっとその前に、まずね、山本義信投手、オリックスのね、今日西武戦で、ノーヒットノーランをやったということで、もうおめでとうございます。すごい。マジで今年はノーヒットノーラン、たくさん出ますね。すごいですね、でもね。すごい。まだ6月なんで、ちょっと、もっといろんな選手ね、小島投手とかやってほしいですけどね。ロッテで言ったらね。まあまあ、というわけで、素晴らしい試合、ね、その素晴らしい試合もありながら、ロッテも素晴らしい試合をしましたよ。そのね、中で、6月19日、日本舞台ロッテ、1対3、ロッテの勝利ということで、素晴らしいぜ、本当に。今日はなかなか、今日もね、なかなか大変な試合でしたけど、まあなんといってもね、今日の勝ちで、まあ西武が、そのオリックスに負けたということで、同率ですけど、3位になりました。借金も2になったのかな、これで。ね、一時期は借金9まで来て、あとが2になって、あと2連勝したらもうゼロですよ。もう、すごい。これはすごいね。そして、まあなんといっても今日はね、ロメロ投手、そして、東條投手、ゲレちゃん、そして増田選手がね、もうよく抑えて、もう完全な勝ちパターンでよく抑えてくれましたね、本当にね。そう。そしてあと、今日キャプテンがね、タイムリー含む3打ということで、いや、最後のね、4打席もめっちゃいい当たりをファインプレーされて、サードにね、石井選手かな。そう。ちょっと4安打ならずでしたけど、ちょっと昨日からまた上がって、昨日4打席目からなんか上がってきたんで、ちょっとこれはロッテとしても楽しみですね。もうちょっと振り返っていくと、初回はね、その中村選手がツアートからヒット打ったんですけど、山口選手は最後見逃し三振で打てず、ね、逆に1回の裏、アルカンタラ選手が、ね、いきなり11球を粘ったんですよ。まあ、ただここはレフトフライに抑えるんですけども、次の上川端選手にフォアボールを許し、そう、ちょっと嫌な感じかなと思ったんですけど、清宮選手は空振り三振ね、これでかかったですね。そして野村選手もセカンドゴロ。これもね、上川端選手が走ってて、そう。で、当たり的には、まあ、そんな良くはなかったんですけど、センター前抜けそうなとこだったけど、ランナーが走ってたおかげで中村選手がちょうどいいとこ行って、ね、アウトになりましたね。ただ2回表裏は何にもなくね、まあ、ただ結構球数自体は投げさせてたんですよね。1回、2回でもすでに40球ぐらい投げさせてたね。そう。で、3回。今日ね、上がってきた藤原選手、ね、いい当たりのライト線の打ったんですけど、ファールになっちゃってね、その後、打ち直して、いい当たりだったんですよ。セカンドゴロ。ね、ちょっと惜しかったですね。アルカンタル選手がうまく逆進撃取りましたね。まあ、ただ、エチさんがそのとショート内野安打打ち、オギちゃんが高めの球をセンター前に、ね、簡単に打って、1、2塁。で、高野選手はね、ファール、レフトでファールフライだったんですけど、中村選手がヒットで繋いで、そして、山口選手がね、これタイムリー、レフトでタイムリーヒット。もう、山口選手らしい当たりでしたね。素晴らしかったね。そしてね、オギちゃんも生還ね、当たりが良すぎて、そう、大丈夫かなと思ったんですけど、オギちゃんがね、生還してくれまして、これで2対0ですね。そう。まあ、で、3回裏も、ツアートからヒットは打たれるんですけど、ロメロ投手を抑えて。もう今日は、ね、最初のフォアボールあったんですけど、制球面では結構良かったんでね、粘れ、結構でも日本ハム打線が粘って球数はね、投げさせてはいたんですけど、そこに耐え抜いていく、ね、精神力みたいな。すごかったです。今日はね。あんまイライラしてなかった。そう。で、4回のツアートが藤原選手がレフト前ヒット打ったんですけど、その後繋がれずね。そう。そして4回裏にワンアウトから野村選手、ジェームス。いいホームランでしたね。もう、完璧な当たりでしたね。左中間の深いところだったんですけど、いいホームラン。これはちょっともうしょうがないけど、まあでも1点で済んでよかったな、2対1。そして逆に5回ね、先頭木ちゃんがフォアボールを選び、そして高部選手がね、送りバントを決め、そして中村選手が、三塁線を抜く、ツーベースということ。これでかかったですね。これで3対1、取られた後、ね、3対1になった。これでかかったで、もう1点ね、でもワンアウト2塁だったら欲しかったんですけど、山口選手。ね、これいい当たりだったの。そう、いい当たりだったんですけど、松本選手はもう全部取るから。昨日はレフトでね、あらゆる打球を取って、今日もセンターで、あらゆる打球を取ってね、レアの選手を打てずみたいな。そう。で、5回に、ツーアウトから石井選手にね、ライト線に二塁打打たれるんですけども、ちょっと嫌な感じのアルカンタの選手を最後、レフトフライに抑えて、もうね、ここも気迫でしたね、もう。いいストレートで、ね、ちょっと粘られたんですよ、またね。そう。で、6回は6回で、安田選手がフォアボール選んで、
トシ君がバントして、藤原選手はフォアボールでランナー1、2塁になったんですけどね。エチさん、キャッチャーフライ。小木ちゃんも、最後見逃し三振ということで、この辺でもう行ってほしいなっていうのがあったんですけどね。ただ6回の裏、もう、ツーアウト、ワンアウトか、清宮選手にヒット打たれるんですけど、この前に打たれた野村選手はね、力でライトフライに抑え、松本選手を最後、真ん中だったらもう手が出ない。見逃し三振。吠えましたね。吠えてました。今日も吠えてました。本当に、いい、ね、いいあれでした。そして7回に東條選手。ここ結構ね、僕の中ではやっぱ、すごい大事というか、いい流れ、なんていうんですか。もう1点でも先、次点取った方がちょっとね、まあ当たり前ですけど、いいよねっていう感じの、どっちに流れが行くかな、わかんない状況で東條選手が、ロッテもチャンスを結構潰しててね、出てきて、浅間選手をね、空振り三振、もうほぼストレート。これをストレートして投げてなかったですよね。で、万波選手も全球ストレートで、最後もう、ボテボテのファーストゴロ。そして、宇佐美選手もね、ストレートで追い込んで、最後だけ、アウトコースのボールから来る、スライダーね。これたまんなかったっすね。もう何これっつこんな、誰みたいな、去年だったら。すごい、もう自信持ってね、素晴らしかったですね。たまらんかった。そして、8回裏はゲレーロ選手が出てきて、先頭石井選手、これもストレートで三振取って、アルカンタラ選手はね、振り遅れたんですけど、レフト前ヒット打たれ。ただ、八千選手はキャッチャーゴールに抑え、ツーアウト二塁。それで、トシ君がちょっとね、牽制球投げた、ボーとして、ツーアウト三塁になっちゃったんですけど、清宮選手、ここね、もうストレートをね、振り遅れてると見て、続けました。もう全部ストレート。で、空振り三振。ここもたまんなかったですね。そして、9回、増田選手出てきて、野村選手にね、センター前ヒット打たれて、ちょっと嫌な感じかなと思った松本選手は、ショートゴロゲッツー。これね、小川選手、すごい落ち着いてましたね。小川選手、中村選手、そしてファースト、山口選手かな、渡ってゲッツー。そして最後、杉谷選手がセンターフライというか、ナイス勝利でしたね。これは、良かったんじゃないですか、今日は。ね、気持ちよく、この後も過ごせそうな。ね、そう。昨日はちょっと 大味でもないですけど、得点が入った試合だと、こうやってやっぱ点数をね、そう、与えない試合って、ロッテらしいね、試合だったんじゃないかなって。まあちょっともうちょっとね、チャンスだったんで、まあお互いですけどね、チャンスあったんで、点取ってくれたらなってなったんですけど、まあ勝ったんで、よかったですね。というわけで、明日は、三馬投手、そして一方も上原投手ということでね、上原投手ってあんまだから対戦、今シーズン2勝0敗ということで、まあ、ね、あんま対戦ない。なんかイメージがないですもんね。だからちょっと怖いなってのありますけど。バッターで出てくるのかな？なんか今日、試合前の練習見てたら、もう軽く振ってホームラン飛ばしてたんで、ちょっとびっくりしましたけどね。だからちょっと、バッターで出てきてもちょっと嫌だなって感じはありましたけど。まあちょっとその辺も楽しみに。ちょっと明日は、今日は配信できたんで、ちょっと明日は仕事でできないんですけど、またちょっとできるときやりますんで、今日も。ね、配信見ていただいた方、あとこれを見ていただいてくれた方、ありがとうございました。ね、この動画良かったよと思った人は、良かったよって言ってくださいね。というわけで、以上、中野とピロリ、しばらく応援チャンネルでした。ありがとうございました。